そちらの登りにはね、赤い時岩祭、2月14日から3月14日までです。今日はね、まあ2月の22日です。まあもちろんね、この彼岸祭の期間中になってるんですけど、まあそちらにはね、もう、薬影観音がいらっしゃいますけど、そちらは俳句ですね。おお、微笑みは青空にあり初観音。微笑みは青空にあり初観音。これはなかなかいい俳句ですよ。そしてここから、こう行って、はい、いらっしゃいました。ああ、確かに、まあ、観音様の微笑みが、まあ、青空に映えてますよね。そして、手元なんですよね。まあ、ちょうど、まあ、左手の小指かな。左手の小指をアップしますよ。ああ、確かに赤い糸が結ばれていますね。ああ。じゃあ、その赤い糸の結んだ先はどこへ行っているのか。まあ、これからね、見つけに行きたいと思ってます。赤い糸祈願祭です。高崎白衣観音。リラックマおみくじです。金おみくじ。開運。おお、すごい。登録商標観音桜、こういった聖酒があるんだね。そちらはね、弘法大師の大師堂ですね。素晴らしい。白衣観音の慈悲の御手、まあ上毛かるたにもね、歌われてます。はい、あ、じゃあね、その赤い糸が、まあ、どこに結ばれているかちょっと見に行きましょう。こちらはね、大師堂です。まあ弘法大師がいらっしゃいます。そしてこちらですね、国仏像菩薩ですね。まあ今年はね、まあ鹿の頭牛の日ということで、私の60歳という、まあ、牛年の守り本尊なので、どうぞよろしくお願いします。まあ、参道はね、この橋の下なんですよ。まあ、緩やかにね、上りですから、こんなに景色のいい場所です。おお、赤い糸の先はね、そこにつながってました。はい、まあ、正面のね、赤い糸はそこにまあつながっています。まあ、本来だとね、まあ、ここからね、まあ、何本か赤い糸がまあ垂らしているんですけど、まあ、今はね垂らしていません。いやー、本当に足元まで来ましたね。
はい、こちらですね、まあ、登録の有形文化財になっています、まあ、白絵観音と読みます、まあ、縄文カルタの読み札はね、まあ、白絵観音慈悲の御手なんですけど、まあ正確には白絵でいいのかなと思うんですけど、昭和11年日上安三郎王によって建立される、高さ 41.8 メートルで、当時は東洋一と言われた。息災、安産、子育ての仏様であるが、何でも願ってよい。体内は9階で、20体の仏像が安置される。展望窓より、関東平野、上毛三山、浅間山、信州の山並みなどが望める。そうですね。すごく足元に来ています。すごい迫力ですよね。はい、じゃあせっかく来たんで何かお願いしましょうかね。ではね、はい、まあこれからも、まあ、YouTuber 生活が順調に進みますように、どうぞよろしくお願いします。皆様方の活躍もお祈りします。あ、観音様のね、赤い糸はね、前の方だけじゃなくて後ろの方にもつながってるんですよね、あるでしょう、赤い糸ね。その赤い糸の先はね、まあこちらですね。まあ、高温堂って言ったかな。うん、ご本尊は聖観世音菩薩です。まあ、別名、一眼観音ともいい、心願を一つだけ叶えてくださいます。特に、縁起仏にご利益があります。恋愛成就、良縁祈願などをご祈願ください。なるほど、そういったことだったんですね。高温度、一年のうち幾日か、白絵観音の真後ろに日輪が重なって、あたかも光背のように見えることがある。その現象にヒントを得て、白絵観音の光背としてのお堂を構想した。本尊は、京都、佐賀、清涼寺の観音像を模した。聖観音菩薩である、座像である。うん。聖法華経には観音のことを、まあ、光、光世音菩薩としているが、高音堂という名前はそこから取ったものである。六角堂という構造については指したる理由はないが、大畑敏夫氏、設計になるものである。昭和54年11月に落慶、砦師匠、長禅寺境内に、同型同名の道具が存在するのも、儀式因縁である。ああ、そうなんですね。あ、こちらね、まあ、赤い糸です。あ、高音堂の、まあ、変額のとこまででしたね。いつもだとね、こちらの、聖観音の、まあ、どちらかの指にね、まあ、巻かれていたのかなと思うんですけどね。まあ、今年はないんですね。縁起結び。じゃあね、視聴者の皆様と、良い縁起を結びますように、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。